Welcome to Dosta. I'm Golden Tegasan. Today, I'm gonna teach Japanese to Dutch practical Japanese word. Let's go! Densha, kaite kudasai. Starto. Densha. Densha. OK. Densha desu.そう、シェルね、普通に絵うまいんだよ、確か。おお、横から。おお。ちょっと待って。もうちょい車輪が大きい気がする。ああ、うまい。普通に。ちゃんと電車だ、これ。電車。3、2、1、終了。Japanese, please. シェル。はい。これを、はい、これは、はい、先生です。これは何ですか？電車です。素晴らしい。ちゃんと電車と分かる感じです。なんか日本語がしくちょっとあるので。確かに、これはどこの電車ですか？どこ？広島の電車？なんか。ああ。チンチン電車。チンチン？ちなみに本当の電車はこんな感じ。郵便局、書いてください。スタート。郵便局。郵便局。はがきとかを届けるところ、手紙とかを集めるところ。と赤いバイクとかで働いてる人が多いところ。手紙、赤いバイク、配達、郵便局。ちょっと待って。お、だったらしい。素晴らしい。頑張れ。分からない。でも、ファイト。本当？それは、バイク書いてる。分からない。違うんだ。分からない。いや、これは、その郵便局で使われてる物です。はい。乗り物ですね。その乗り物が、乗り物を使う人たちが働いている場所。郵便局。回り始めた。3、2、分からない。1、終了。シェル。これは何ですか？わからない。わからない。禁止。はい。禁止。禁止。じゃあこれはちなみにこれは何ですか？これ自体は。英語は大好きだけど、日本語はわからない。そう、まあ
仕事の内容によっては自転車を使っているところもあるので、郵便局に絡んだものというところで、英語使ってもいいですか？頼むか。郵便局、不正解。あ、ちなみに本当の郵便局はこんな感じ。銀行を書いてください。スタート。銀行、ほら、銀行、シェルが日本に旅行に来た時にお金とかを下ろしたでしょ。シェルが日本に旅行に来た時に、日本旅行の時にお金を両替した場所。銀行です。わからない禁止。銀行。まあ、あ、金です。まあ、銀行は、ボーパー？わからない。金塊やん。はい？それは金塊なので、銀行。お金を預けたり、もらったりするところ。お金を預ける場所。3、2、1。わからない。ごめん。これは何でしょう。金塊。まあね、銀行も元をたどればこういったものをね、溜め込んでいた場所だった気はするので、ジェネリック銀行というところで、本当の銀行はこんな感じ。先生、助けて。ダメよ。Anyway, in EnglishIt's pretty hard to learn something when they haven't given you any words to learn. But yeah, I'll do my best. 衣類です。てれん。ちゃんちゃんこを書いてください。スタート。ちゃんちゃんこ。ちゃんちゃんこ。Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.